クリ君、どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。熱中症でアロエ吐いた。アロエ吐いた、全部出ました。全部出ました、はい、全部出てやっと復活しました。はい、本日の企画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りでございまして、タムジョー君たちに登場してもらいましょうか。はい、どうぞ。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。そして、達也です。あ、いいよ、いいよ、いいよ。格闘技やってるからね、達也。そうですね。今回の曲、はい、200プラス200千葉 VS TKT プロジェクトで対決してみた。イエーイ。わし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 。暑いから全部から元気よ。全部夏のせい。なんかそんなタイトルなかった。夏のせい、冬な、冬のせいか。季節間違えちゃう。はい、タイトルの通りで 200m を1人ずつ走って対決していく単純な企画になっております。はい、200を走るんですね、僕は。そうです。で、バトンタッチで戦います。はい、ちょっと気づいたんですけど、足元怖くないですか？ちょっと怖いんですけど、足元。これは何？なんていうスパイク？これはズームエリート。あと、ちゃんと松崎の紹介もう一回しておきますと、僕らの声をね、ヨシキと僕の後輩でトップクラスで争う生意気な小僧です。日本一礼儀の正しい後輩です。仕事もカメラとかもやってるんで、まあ、彼の YouTube もぜひチェックしてください。お願いします。リンクあります。僕はあの、リオジャパンっていう、もうちょっと今ないやつなんですけど、学生時代に足型オーダーで作っていただいたやつで。そうなんだ。はい、固定ピンのやつで。え、ちょっと今これガリガリしていい？こうやって。あ、ガリガリしないタイプでお願いします。しないタイプでお願いします。ニックスプリントエリート2ですね。高校の時、1500、3分54で走ったスパイクですね。それじゃん、名前が。名前がそれじゃん。あの、一番光ってて一番なんかかっこいいです。そうです。あの、高校2年、1、2年生あたりが喜び。あ、そうです、そうです、そうです。まあ、そういう感じで、まあ、今日みんなしっかりスパイク履いて戦っているんですが、まあ、長距離の2人、まあ、ここトントンでしょう。で、彼、元陸上やってたんですが、一応、ベストタイム行ってみたら、 400m が48秒35で、800m が1分50秒5です。そういうことなんですよ。ってことは、バチクソ速いわけ。でも体重はプラス12キロ。プラスファイターだからね、今。動画上がってるけど、ジンバル持ちながらさ、そうそうそう、いよいよやっと腕振りができる。解放されて走れる。解放。まだ分かんない、走ってみなきゃ分かんないけど、同じぐらいかも。綺麗な。ということで、まあ、TKT プロジェクト VS 千葉。まあ、その走順とかも、チームごとに決めてもらっていいので、まあ、その 200m のスタートだけしっかりみんな統一して、やりましょう。はい。はい、では、行きましょう。ダッシュで行こうぜ。やっぱリレーって、はい、どこで差をつくかっていうと、バトンの担当者タッチなんですよ。そこでどうやって差をつけていくかっていうと、はい、遅い人から速い人にもらうより、速い人から遅い人にもらった方が絶対タイム上がるわけ。リードは取れるから。なるほど。で、ヨシキの余裕もできる。最後ヨシキが気持ちよく逃げ切る。まあまあ早く出ていい。20歩ぐらい、20歩ぐらい出ていい。一回さ、合わせよう。いや、ちょっと違うな。あ、違うか。違う、うん。うわーだよー。刻んでいこうぜ。ヨシキが2走だとしても、はい、ジョーヤがヨシキより速ければジョーヤは追える展開になるから、周平が1走で俺が1走で俺がそれで負けてても多分追う方が速いと思うんだよね。まあ追う方が得意かもしれない。でももしかしたら周平さんが後半かもしれない。そうなんだよね。そしたら追われる立場になる。追われるんすよね。いやー、どっちですかね。いや、僕は最後やっぱゴール飾りたい。じゃあ俺が一走で、はい、よし、狭くてちょっと熱中症気味だから、そこをちょっと僕もついて話しに行きます。よしき、なんで熱中症だったかって、今日1時間半しか寝てない。俺も一緒にいたから。俺もよしきも1時間半しか寝てないんです。睡眠不足。ダッシュで行こうぜ。公園内の広場。はい。超詰まってるわ。なんかね、もっと早く出て行ってほしい。そういう感じね。完全バレてる。なるほどなるほど。と今からフェイクで僕が達也さんにタッチするっていうやつやるんですけど、本当は逆なんで、ちょっと
騙していきたいと思います。じゃあ、田中さん行きますよ。はい、まあ、なかなか難しいですけど行きます。はい、うわ、噛む最近ないの。ちょっと分かってる。刻んでいこうぜ。オッケー、いきます。よーい、ゴー。はい、ということで結果発表。一着チームキリンムジカ、いやタイムが48秒54になりました。早くないですか。一応俺の200の通過のタッチダウンが23秒3で、ヨシキがまあそれを引いたら5秒3ぐらいで、そこが2着だったチームタムジョ、結果48秒77、200のタッチダウンのタイムが3秒8、変わんないですよほぼ。そう、ま、だから結局タイムさんが合計したら 0.2 秒だったのでめちゃくちゃいい勝負でした。俺ちょっとタムジョに体1個分詰められたんだ。そういうことですね。ちょっとあと 50m あればもしかしたら皆さん、すげえ縁起がいいスパイクなんですよこれ。そうなんですよ、負けがほとんどない、負けても成績がすごい。これにドローをつけたのが俺と意識です。そうですね、はい、ほぼこれ全部ベストが出たシューズなんで、はい、今日負けたのも本当に初めてかもしれない。いや本当にいい勝負多かったね今日ね。いい勝負だね。全部接戦じゃない。全部接戦。全部神回ですね。神回だ。この戦い種目だけじゃなくてね、チャンネルも切磋琢磨していきたいと思いますよ。タムジョよろしくお願いします。お願いします。400人しかいないですけどね。あ、松崎達也チャンネルですね。一言言って言って言って。昨日パにしました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK。 はい、ということで、まあ、本当に今日もね、安定だから今日お疲れ様でした。タメジョ君の方の動画でもまた僕らのいろんな動画出てるんで、そっちもチェックお願いしますということで、ということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイバイ。オッケー。難しいですね。